私ニューじゃなくてあくまで学んでたもん。ニュー昨日買ったばかだから何もわかんねえんだもん。私使ってるのあれだもん、 XY の X モデルのやつだもん。そうそう、ね、材料も出してね。あれはこの辺で 3D 普通のだとここなのにね。ここだっけ、うん、あったピーチャーあった、うん、これか。あっ、これは違う、うん、これ違うニュー 3DS ってなんか、なんかいいことあるの。あーなんかボタンが増えてる。ボタンが増えてる、めんどくせえな、めんどくせえな。でもなんかいろいろ変わってる。浅草に紛れて食うことはあるけど、浅草に紛れてというか見逃してて食うことはあるけど、別に食えないわけでもないけど。水生姜たっぷりのたこ焼きにトラウマが。たこ焼き屋はあの注文してから人の顔見て、え、なんだっけって言われたからもうやだ。何ゴミはそこらに置かねえんだ、ゴミ箱だぞ。ゴミ箱、まあラーメンだもんな。あ、違うぞ。自分じゃないの。頑張れ、頑張れ。どうぞ。ハーバー、はい、了解。ありがとう。逆にやる。真ん中さんに向けちゃダメだよ。逆にさ、逆にさ、マルコ言語者がドロドロ状態っていう条件付きで勘弁やってもいい。ここからなんか乗っかってんの。ガーってやるといいのか。じゃあ、最終的になってるよ。去年の好き勝手乗せてたでしょ。キャベツは乗ってないでしょ。カッパエビセンぶち込んだらどうなんだっけ。何やったっけ。めっちゃ死なしてないんだよ。だってそのために俺最終的にもお好み焼きにタコ入れてた気がするんだ。あ、余ったからね、タコが無理やり感やばいよ。しないでしない。あー、だって最後の方はこれ生地だけ置いたら、あと余り物適当に寄せて入りたいだもん。これそうっすね。大丈夫だって。あれお好みじゃないよそれ。あ、生まれた初めて私生まれて初めてのタコパだ。あ、全然。なんでさ、最後の方さ、各人ぶち込んだときに持ち寄って食べる回。それ、東京ゼロサーフェイやつ。だって、銀だこが一番美味しいじゃん。ねえ、これさ、覚えてる作り方。え、作り方全くも、全くもって、ダメだろ。どれ？キャベツいっぱい入れて、キャベツいっぱい入れて、肉乗っけて、卵をほとんどよ。でいいんだよね。うん、あと好みで、そのエビとかなんか。あとでしょ、それ。で、ゴミ、ゴミ。湿気。で、これですよ、なんか。あ、周りはあれだから、火弱いから。真ん中のカルです。真ん中少しだけ。やったね。やったね。いいよ。足りないから少し。真ん中少し開け。開ける。言ったけど。それ無理だと思う、多分これ開けるの。サイズ的に。すごいね、真ん中ちゃんと私2人こう。すごーそれね、多分焼いてからの方がいいと思う。ごめんね、ゲームなんかしてる。大丈夫だ、問題ない。いつもね、割れてるからいいの。割れてるから良くない。いいの。スマホ版マリオに面白さを見せて、スマホ版マリオの存在に存在意義を見出せないんだよ。あれ、あれただ走ってジャンプするだけ。喋るの。じゃあ自動じゃないか。待って、口しか動かない。自動的に、一方的に走ってたら、こっちはジャンプだったんだけど。早いわ。あれを腕のある実況者を面白くする。実況さん、救急車すげえな。それならあれだよ、YouTube にあるね、怪獣マリオ、怪獣マリオで誰々にやらせて。大丈夫かい？ハローリンジと大丈夫だ。妖怪ウォッチはな、一回改造やってる人にぶち当たった時の恐怖。ワンツーパンチで一発200ダメージ、2発300ダメージってなった時があの恐怖。そっからちょっと半々で分けた。ジョブログも怖えー。ワンツーパンチで200ダメージ。これいけない。夢だ。はい。一旦で一個じゃねえ、白身的な問題で多いと思うんだよ。いいんだよ、白身。でも今ではもうデータ吹っ飛ぶらしいけどな。なんかそういうもん規制がかかってるみたいで、ビクって消えるらしいです。らしいつまんないとかつまるって意味なの。ポケットモンスターのアルタイルっていうの超絶やってみたい。アルタイル、アルタイル、ああ。メガ。なんだっけ、あのラーメン屋さんでそういう事件があった。山田くん。赤い。そうだね。ちょっと待って。あの追加します。ちょっと待ってよ、兄さん。角のさ、まずれ、ついちゃったさ、ラッスンゴレライ、これいいよ。懐かしいラッスンゴレライ。あれだよ、そこにある記事全部使わない。もう 8.6 秒バズーカーって。ねえ、ピアージ。もやしよ。もやしよ。食べすぎ。
それもやしとキャベツだ。もやし、もやし、もえ。なんかもやしじゃない。どうしようね。